どうだ、思い出したか、父親の罪を。そうか、あれは親父の記憶。5年前ヒストリアの姉さんは食った。無敵の力を持つ巨人を食ってその力を奪い、家族を皆殺しにしたんだ。いらなかったって、俺の親父も。親父が巨人の力をあるべきところから盗んだせいで、一体どれだけ人が死んだ。いらなかったんだよ、あの訓練の日々も。仮面の里に夢も。だからせめてお前の手で終わらせてくれ。俺を食って人類を救ってくれ。お前、いいことしようとしてるだろ。お前、胸張って生きろよ。何が起きているのかわからなかった。ヒストリアは巨人化することを拒み、もうこれ以上私を殺してたまるか。俺を助けようとして、一瞬のことだった。レイス卿が巨人化していた。もういい、ヒストリア。レイス卿が巨人になったんだな。俺がこのまま食われちまえばいい。お前は逃げろ。嫌だ。だからなんで。私は人類の敵だけど、エレンの味方。いい子にもなれないし、神様にもなりたくない。でも自分なんかいらないなんて言って泣いてる人がいたら、そんなことないよって伝えに行きたい。ヒストリア、鍵をよこせ。兵長、みんな、俺はいい。兵長、逃げてください。下がれ。なんで俺を食うんじゃなかったのか。巨人化するか、いや、巨人の体程度じゃ防げない。ごめん、みんな。俺は役立たずだった。そもそもずっと最初から人類の希望なんかじゃなかった。鎧アイドン、お前にばかりすまなく思う。エレン、好きな方を選べ。進みます。くそ。ごめんなさい、最後に一度だけ許してほしい。自分を信じること。全員エレンの影に入れ。エレンは崩落する礼拝堂から仲間を守り、その後助け出された硬質化だ。エレンを切り離しても巨人は消えてねえ。これでウォール・マリアの穴を塞ぐことが可能になった。敵も味方も大勢死んで、散々遠回りした不細工な格好だったが、俺たちは無様にもこの到達点にたどり着いた。エルビン、みんな無事か。ハンジのみ不調だ。大事には至ってないようだな。みんなよくやってくれた。
報告することはごまんとあるが、なぜあの巨人はロッドレイスだ。お前の意見を聞かねえとな、団長。うるせえ。私はオルブドックに向かったロッドレイス巨人、住民をおとりにして壁に引きつけ直接攻撃を行う作戦に出た。エレンの力ではあの巨人を動かすことができなかったからだ。止まれ巨人、おい止まれ、てめえに言ってんだ、聞こえねえのかバカ野郎。ロッドレイス、お前だ、この地味親父。住民は一人も犠牲にしてはならない。敵情固定法で倒せない場合は調査兵団最大の兵力を駆使する。攻撃開始。あの巨人を倒すには口の中に火薬をぶち込んで、あわよくばうなじごと吹っ飛ばそうってことか。そう、うなじの表面で爆発しても効果は望めない。必ず内側から爆発させなくてはならない。目標はその自重ゆえなのだ。顔を大地で削りながら進んでいる。つまり開く口すらないのかもしれない。それが今回の賭けだ。大当たりだ！父さんは言っていた。ミカサやアルミ、みんなを救いたいならこの力を支配しなくてはならないと。総員、立体軌道でとどめを刺す。5年前と違うのは人類には切り札があるってことだ。5年前のあの日と違うのは壁の上に巨人を迎え撃つ兵士がいて、それが俺たちだということだ。俺のせいもアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんのなんだ。バカよな、ただの兄貴だ。人類にとって最も重要な作戦に一歩近づいた。こいつらに随分手を汚さしちまったな。お前らありがとう。